どうも、しげしげです。本日はクリスマスガチャの新しいキャラですね、星9玉ドラ使ってみたということで、裏修羅の限界に挑戦していきたいと思います。もう性能は龍明とぴったりということで、龍明ループと組み合わせていきます。パーティーの内容見ていきましょう。まず玉ドラですが、超覚醒スキブプラスにしてあります。で、デザンブースト、ファスカの武器ですねと遅延耐性マックスで振ってます。で、サブバレンタインソニア、この子を、無効貫通特化というかにしてあります。無効貫通役この子しかいません。はい、ただシンファも2発で抜けるしみたいな感じなんで、いけそうな感じ。はい、悪魔キラーとかマシンキラーとか、バランスキラーと攻撃キラーも持たせてます。潜在はマシンキラーですね。はい、で、ポロネ変身後がこんな感じ。ここに火のシェリングフォードアシストしてます。で、リュウメイ1体目、この子は火力特化として白泣きの武器をアシストしてます。で、2体目がシェリングフォード、これでスキブとあとお邪魔を積んでますね。はい、で、フレンドさんもシェリングフォード、スキブとお邪魔。はい、そんな感じで、毒だけ 40% なんですけれども、他が 100% になってます。やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、まずバトル1ですが、めちゃくちゃいい盤面きたな、これ。龍明のための盤面みたいな。火も53で組めるし、すごいな。なんだこれ。行きましょう。初ターン変身可能です。玉ドラオン。からの、ポロネオン。からの、2枚変身させて、あとは、ルシファーを突破したら、変身します。このね、目覚めをどうしても活かしたいので、ルシファーがね、上書きしてくるんで、あれが嫌なんですよ。だから、一旦、こんな感じでいいかな。はい、光も火も L を入れ、これいい火力出るでしょう。白泣きのところが15億出てますね。いや、めちゃくちゃ強いんですよね。前に、有名ループはシンプルに、リダフレで使ってるんで、強いっていうのは分かってるんですけども、玉ドラがどんな感じになるかってところですね。ではパズル教室やっていきます。はい、ということで突破です。で、この後変身忘れずにやるのと、ソニア撃っちゃおっかな。ここの突破の仕方を考えてなかったんですけど、とりあえず龍明変身してソニア使って、光を L 入れられれば、火の無効貫通とでいけるか。じゃあどっちも使って、待って、光2個。こうなるとあれですけど、いや、ミスったな、今の。盤面見て、やめればよかった。そしたら、どうやれば L になる？これ L になってるか。回復しといて、これで一旦耐えて、もしガーン行っちゃっても追加攻撃はかかるんで、いけるわ。素晴らしい。さあ、バトル4。ここは一旦消化してからの、軽く回復もしながらね、消化してからの、光の L と、L をね、組むの失敗すると結構危ないっていうのが、この龍明パーティーですね。はい、とりあえずこれで、倒したかな？よいしょ。オッケーオッケー。そしたら、この白泣きのところはエンハンスの役でもあるんで、ここ溜めながら、普通にトト&ソティスぐらいまで進んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、トト&ソティスまでやってきました。トトから倒していきましょう。いや、玉ドラすごい、バランスがいいんですよね、性能的に。なんか印象というかで言うと、夏休み夏祭りプレーナー、浴衣プレーナーみたいな、あんなノリの性能をしていて、で、スキルターンも軽い上に、もろもろ8ターン回復と1ターンヘイストついてるから、そう、これ龍明が例えばループできなかったとしても、そのヘイストをね、うまいことこう使っていければ、ループ
の手助けというか疑似ループというかそんな感じで使ってあげることもできるのかなと。これでポロネ使って普通に行きましょう。よいしょ、光の L だけでいいかなと思います。はい、ショティスはね柔らかいんでこれでよいしょ、 OK。 次どっちでもいいっすね。パラドボルグはこれこそ玉ドラっすね。まあヘイストかけるから龍明使ってからでいいか。まあロックかかってるけどコンボ加算かけられるから、はい、こんな感じで。あ、待って、ヒドロップないじゃん、最悪。ヒドロップないと追加攻撃がかかんないんですよね。よいしょ、あれ倍率も減るっけ。倍率変わんないよね確か。よいしょ、ぶっ飛ばすことにはぶっ飛ばすけど、玉ドラの方の2コンボ加算と固定50万か、それが出ないと。まあまあまあ、これも L ないからまあ普通に平積みでいいか、どうせ HP1 だし。まあまあまあスキル使っちゃったんでこれで踏んでいきます。結構がっつり組んだな。まあいっか。でこの次リラチェンポロネとかはやめてほしいな。まあ半減あるから耐えられるか、どうなんでしょうか。あ、 OK、これなら、まあ、サクッと知らなき使って突破しちゃっていいかな。まあ、耐久もできますけど。これで、まあ、サクッと倒してしまいます。で、この後のことを考えると、光とか割りかし温存、できる限り温存でいきたい気持ち。あ、やべ、6コンボじゃダメだわ。うわー、ミスってる。ひどい。まあまあまあ耐久できるんでいいんですけど、まあ一か二発龍明撃てばいっか。じゃあここはもう普通にこの盤面で抜いていきます。いや、なかなか難しいっすね。全然使いこなせてない感がすごい。はい、とりあえず7コンボ OKOK で、ヒドロップを集めようか。結局悪魔キラー持ってるのがソニアだから火は無効貫通したい気持ち。こんなんで、はい、こんなんで一旦待って1234567 8でしょ。じゃあ2発撃とうか。さっきと同じような感じになるな。1234567 8 9。まあ使おうか。使っていきます。 OK、これで無効貫と L は絶対入れなきゃいけないからそんな感じで適当に行きましょうか。適当が一番良くないけどな。でも結局考えても分かんないから、あ、もうこんなんでいいですよ。いいんじゃない、いったんじゃない。7の8910、よし、これはいったよ。よいしょ、 OK、いいね。バトル16先生大丈夫でしょ。回復したいな。まあ大丈夫か。そう、玉ドラがね結構ステータスいいから回復力もだいぶまあ助けてくれてますね。いい落ち感。うん、これで7万回復か。 OKOK。 1234、 うわ、光も火も44っていう。まあ使うか。知らなきんとこ取っておきたいけどね。ソニア、あ、セイクリッドフェザー溜まってもあれだからソニア使うか。ソニア使って火の L だよ。それで大丈夫じゃない、わかんないけど。はい、あぶね、落ち込んで7コンボだったね今。よいしょ、OKOK。 白泣きはもうマジで貯めたい。ああ、ここな、フォルックスだとうまいことその落ち込んなしを解除できてなんか何の害もないみたいな感じでできたんだけど、ルーレットか。
いや、パズル苦手な人が L 字リーダーでルーレットは危なすぎる、マジで。シューミン出てきて上書きしてくんないかな。さあ、バトル18。あー、ちょっと耐久しようか。ここだって火の無効貫通と光のエルとか入れたいもんね。耐久します。はい、ということで状況が整ったのでここで倒していきましょう。火力は足りると信じている。マシンキラーと無効貫通といけるっしょ。いけると思います。なのでどこで組もうか。上から行こうか。火で無効貫通を入れ、光で L を入れ、バッチリではなかろうか。さあ、ぶち抜け。コンボ加算で11コンボ。よいしょ。オッケーオッケー、バッチリっすね。さあ、バトル19。あ、待って、ポロネのとこ威嚇溜まったわ。やば。しかもどっちもビーゼル。よいしょー。火だけど、あー、ちょっと残ったわ。まあ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 。盤面いいのでこのまま抜きます。で、この後ちょっとあれだな。まあ、威嚇刺さる敵だったらいいんですけど、ポロネをね、まあ、どっちにしろ次絶対ポロネ打つか。そうだ、打たないと。ボスが大変だわ。バトル20。シャンメイはまあ威嚇通んないから、そもそもで打つじゃん。回復めっちゃ作るんだよな。で、これ普通に素で受けれるでしょ。素で受けて、で、次の盤面すごくいいな。オッケーオッケー。これで普通にぶち抜いて終わりだね。終わりというか、L 入れようか。L 入れると考えると、コンボ数がちょっとあれだけど。ひどい。でも7コンボあるから大丈夫じゃない。よいしょ。オッケーオッケー。さあ、ボスバトルですが、ポロネをちょっと溜めながらというか意識しながら行きたいんで、まあ、まったり毎ターン L は絶対、まあ、普通の立ち回りか。普通に行きましょう。まあ、HP もね、しっかり回復してれば、最大で21万あって、そっからの半減かかるんで、まあ、実質40万ぐらいは、あるわけですよ。で、回復なかったりしたら、すぐ、エレメイじゃないわ。どっからエレメイ出てきた？リュウメイ使っていいから、こんな感じで。結構削っちゃうか？これ。結構いっちゃうか？大丈夫か？あ、全然大丈夫。オッケーオッケー。で、相手闇か。どっちも4個。危ない。こういう時ね。光の L 怖いから火の L で逃げる。いや、ほんとね、ここの調整僕苦手なんですよ。下手くそなんですよ。なんで、無難に行きます。無難に。コツコツ。ポロネも貯めながら。オッケーオッケー。根性は取れた。いい水でしょ？パワーブレイク食らってるから。光の L 入れようか。はい。これは大丈夫よ。パワーブレイク食らってるから。その落ち込みはやめてよ、怖いから。うわー、やばい。大丈夫か？セーフか？セーフだよな？許してよ。オッケー。じゃあ倒そうか。これは倒さないといけないんですけど、パワーブレイクか。大丈夫か。1、2、3、4、5、6。6あるから、3個足して、9でしょ？うん。9、9だけど、まあ、がっつり行きましょう。がっつり、がっつりと言ったものの、
モノノイモコ、はい、これでパワーブレイク中だけど龍面強いから火力出るから、よいしょ出てる、オッケー。さあ何色の台、光だから闇吸収か、まあほぼほぼ問題ないけどって感じかな。じゃあもう初手から殴っていこうか、初手から知らなきゃいこうかな。あーでもどっちにしろそうだな、欠損したらでいっか、欠損したらいきましょう。今この瞬間は火のエルあるからね。よし、じゃあ普通に行きまーす。よいしょ、はい。さあ普通のコンボですが、これでうん、まあこんなもんよね。じゃあ、あーそうか、ロック、あーそうだ、これ気をつけなきゃいけないな。結局 L が組めなくなったら危ないんで、盤面調整しながらというかですね。はい、オッケーオッケー。どこで行くか、攻め時むず。まあでもこの耐久力がね売りなんで、別にまあこういう戦い方でいいと思うんですけど、これ光取っとこうか、1コンボというか分、この残り分。いやむずいな、攻め時がちょっとわからん。そんなグダグダもしてられないんで、ここで行こうか。じゃあ、いやこれはもうソニア、あでもセークリッドフェザーのパターンでもいいな。あでもソニアの無効貫通込みが一番強いな。じゃあソニア、闇少なめ、まあここで一発ポロネ打てばいいかって考えると、1,2,3,4,5,6,7,8,9、 あー火で9,5、まあ L 込みで組めるから、ここはじゃあポロネでいこうか。ポロネオンで L と無効貫通いきましょう。ちょっと待って、どこで組んでるんだ、パズルが下手すぎる。はい。まあ、こんなのしか組めない。けど、どうでしょう？ナイス落ちコーン！ナイス落ちコーン！ソニアの力！微妙！微妙だったので、知らなきで、がっつり攻めます。これで、下に水、ここで蓋、木いらないからこっちやって、ちょっと待って、回復消してなーい。いや、パズルのひどさが今日やべえな。まあ、いつもか。いつもだった。よいしょー、いいダメージ。やっぱ円運びだとね、とてもいいですね。で、相手が木だったら、まあ、木の無効貫通で、1,2,3,4,5,6,7,8、あこれいいんじゃない？いい気がする。火の無効貫通と、もう倒したかな？火の無効貫通と、こんなんで、あ、これも回復がもう1コンボできるな。まあ、いっか。さあ、これでいけ。8、9、10。よいしょ。オッケーオッケー。まあだいぶ殴り合いもするし、まあ一番この光メノアの場合はロックが怖かったんですけど、うん、耐久力もあって、まあバランスのいいパーティーかなと思いました。まあリーダースキル的にもね、これで裏修羅を周回するってことはないと思うので、まあ闇メノアが来たらとか木メノアが来たらどうかっていうのは今この試運転の段階ではわかんないんですけれども、まあ非常に相性のいいリーダーフレンドっていうのがわかったので、まあ新しいダンジョンとかね、まあどっかしらで適性が来ることを待ってましょう。裏修羅はちょっとパズルが大変。
というか炭治郎とか聖奈とかが一番楽。はい、ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。